森本慎太郎、街並み照らす奴ら、ボロボロの内容にファンも悲鳴状態赤素エイジ、あるい、リベンジに共通する、共感できない主人公。ストーンズ森本慎太郎、26、主演の連続ドラマ、街並み照らす奴ら、日本テレビ系、土曜夜10時の第6話が6月1日に放送される。25日放送の第5話は、平均世帯視聴率2.9%、すべてビデオリサーチ調べ、 関東地区と、同枠の歴代最大視聴率に沈み、かなり厳しい状況になってしまっている。同ドラマは、商店街で潰れかけのケーキ屋を営む店主、竹の正義、森本が大切な店と家族を守るため、悪事に手を染めてしまうことから始まる、ヒューマンエンターテインメント。視聴者の不満の声が増えてきていて、多くは主人公に対するもの。その点では、 同じく低迷している赤楚英二三十主演の R.E. リベンジフジテレビ系に似ている。第五話は、正義の妻蔡、森川葵二十八は、相次ぐ強盗事件が正義たちによるやらせだったと知って怒り浸透。正義は、俺と蔡の生活のためと必死に弁明するが、蔡の怒りは収まらない。そんな中、正義と荒木、浜野健太四十二のもとに、 商店街でビルや倉庫を所有している土屋、電電74寸が火災保険狙いの放火を依頼しに来てという展開。商店街の店主たちに壊れるがまま偽装強盗という犯罪を重ねてきている正義。これまでは、幼馴染みの強盗仲間荒木のトンチキな暴走や、事件を応診マイ刑事沢本、吉川愛24寸の真面目なのに敵外れな捜査など、コメディ要素もあったのだが、 正義の暴走状態が笑えない状態になってきた。森本ファンからも X、旧ツイッター、上で、新太郎の役がめっちゃ見ていてしんどい。頑張っているのに全部空回りしてる感じ、正義はバカ正直で優しすぎるよう、賢い人がいてくれたらよかったのにね、最初は面白いシーンが多くて、笑ってみていたけど、だんだん怖さすら感じるようになってきたなどと、悲鳴のような声が上がっている。